アンスの人たちはみんなわかると思うけど、うん、仲悪い会社ってあんのよ。うん、ないそういうのとか。僕はもうそういうのはノーコメント。なんだよ。ズリーだお前。俺にこんだけ喋らしといてよ。皆さんこんにちは。ボストンの里代です。それではね、前回に引き続き、いいね、ゆきさんをね、お話聞いていきたいんですけど、もちろん指導者として、うん、あのバークリーでね、うん、教え出して、しかも、アソシエイトプログラム。まあ、助教授でいいんじゃない？すいません、うん、助教授ということでね、うん、教えてる。じゃあね、うん、そんな彼は、ここまで来るまで、うん、まあ、そして今ね、本物というか、何がそもそもが彼の、立場を支えているかっていうところなんですけど、これまたね、いろんな顔を持ちすぎててね、いや何にフォーカスしていいかよくわかんないんですけど、ね、僕との関わりっていうのは、うん、今で言うと、まあ、プロダクションで、うん、うちのオーケストラを雇っていただいているという立場なんで、まあ、まあ、だから、プロデューサーであり、そうプロデューサー、うん、作曲もするし、あと、作曲家、編曲家、プロデューサー、エンジニア、うん、ね、録音、ミックスをやるエンジニア、うん、それと、コンサルタント、それとプロデュース業だからやっぱスタジオも運営しなきゃいけないから、うん、そのちょっとスタジオの運営みたいなことをやったりぐらいが、まあザザッとトップ6ぐらいで、他にもいろいろやってるよ。歌詞書いたりとかもやってるし、うん、作曲家としては名前は何で、作曲家はゆき金坂って名前で、ゆき金坂で作曲の仕事をしていて、うん、で実は、うん、名前がいっぱいあるのにもいくつかの理由があるんだよ。ちょっと、そしたらちょっと待って、うん、まず名前だけ聞いていきたいんですけど、お、行こう行こう。キーボード弾いてるときは、それはね、ゆき金坂。モノログさんっていう名前は、あれはね、バンド。モノログはね、実はバンドなの。なるほど。でも、なんでバンドにしたかっていうと、うん、そこはもうね、イライラしてしょうがなかったの。なんかこう、みんながね、これも本当にここから語弊があるから言っちゃうけど、はい、打ち込みで音楽やってんじゃねえよってもう一人の俺が思ってた。うん、で、片っぽの俺はもう一人は、なんで全部生にしなきゃいけねえんだよみたいな。うん、ここでいつもってこう自分の中でぶつかってんの。うん、で、もう一人の俺が、こう、まあまあまあ、まあまあまあ、良いではないから、うん、ここで、こう、じゃあ今日はね、打ち込みで。じゃあ今日は、生で。今日はちょっと別の人に依頼しよう。でね、うん、お前らちょっと手が足んないから、もうちょっと上手いやつ頼むから俺が、みたいな。だからいつも俺は3人編成で3人の俺が回してる。あ、このコントロールしてる真ん中のやつはゆき金坂だよ。うん、うん。で、こっちにバンドで出しゃばりでいつも自分でなんかやってみたい、ドラム叩いてみたい、キーボードも弾いてみたい、ベースも弾いてみたい、オルガンも弾いてみたい、楽器大好きっていうのがいて、これがモノログってやつ。うん、で、もう一人、ユーキーって名義のやつがいるんだ。あ、こいつは、アンチモノログで、うん、実は、このユーキーってやつは、もう全部何から何まで打ち込みでやろうとする、打ち込みのプロなんだよ。うんうん、DJ の俺、一人バンドの俺、うん、で、真ん中にユキ金坂っていうのがいる。うん、で、ユキ金坂の名前では作曲やったり、うん、作詞やったり、いろいろやってる。うん、だから、ユキの時に仕事したテレビの CM と、うん、モノログの時代の時にしたテレビの CM でエージェントが違ってたり。なるほど。うん。逆にそのモノログでもエージェント同士で仲が悪くなってたりすると、M1 個大文字にしてあったりする、片っぽは。ああ、なるほどね。よく知られてないことだけど、フリーランスの人たちはみんなわかると思うけど、うん、仲悪い会社ってあんのよ。ない？そういうの。僕はもうそういうのはノーコメント。なんだよ。ズリーだお前。俺にこんだけ喋らしといてよ。まあまあまあ、だけどまあまあ、この会社とこの会社仲悪いなみたいなのある、うん、だからそういう時はじゃあこう、モノログの M 小文字ねとか、うん、逆にモノログフィーチャリングにするとか、ゆき、うん、金坂 AKA ゆきとかさ、うん、そう、ちょっと名前を一つずつ変えることによって、一つ一つのブランドにエクスクルーシブ、つまり、専属的な契約を作ってあげていったよね。うん、その方が仕事しやすかった、みんな。
あの、ってことは、うん、自分自身もそれの名前を使うごとにスイッチ入れ替えてる。どうかな。いや、本当にスイッチみたいなのがやってくるのは、リリースのタイミングだよね。なんか、そのほら、書くじゃん。今回は、どういう、あの、クレジットがいいですかみたいな。そのね、うん、いろんな名前を使い分けていた、うん、ゆきさんなんですけども、うん、作曲として、うん、あの日本人が聞いたことあるよとか、そういう作品って結構やってるじゃないですか。うん、なんかそれって、やってるね、この場で、ね、この場で言える範囲で、ちょっとでいいの。もうたくさんやってらしてんだけど、ああ、ちょっとでいいんだけど、どういうのこれまでやってきてますと思って。わかりやすい。わかりやすいやつで。ディズニー携帯。あ、ディズニー携帯。うん、ディズニー携帯の、はい、こうパッて開けた時にかかる音楽、はい、あれ僕アレンジしてる。おー、なるほどね。これ分かりやすくない？分かりやすい。それ分かりやすいです。はい、とか、うんうん、で、タマホーム。はいはい。タマホームの CM。はいはいはい、あのサンドイッチマンさんが出てる。はいはいはい。この、ここ2年ぐらい。はい。あれは僕が曲書いてるし、おあの家がドーンって落ちるやつ、あれ僕曲書いてたり、はいはい、今期は、野村くん一さんっていう、はい、まあ、そのマルチクリエイターの方がいるキューピーの CM、 おーキューピーの CM はもうパッと入って緑色になるキューピーの CM があるの、うん、サラダは旅に出るっていうシリーズがあるんだけど、うん、それ全部僕が、レコーディングしたりフィールドレコーディングしたり音楽のディレクションしたりしてる。へー、うん、とかかな。あとはアニメだとドクターストーンっていうのを書いて、あ、そうだそうだ、ドクターストーン、そうだ、ドクターストーンも書いたり、うん、映画だとね、アメリカにやってくるバージョンの竜とそばかすの姫っていうアニメ映画があって、はいはい、その英語バージョンの録音とディレクションやってる、うん、やっぱでも幅広いね、アニメから、うん、まあ、CM までやって結構やっぱ幅広い、ね、そう、まあ、いやでもそれはいただけるならさ、もちろんね、それはそうですけど、それにベスト尽くすだけ、いただける仕事とかやらせてもらえる仕事によって、そのなんていうのかな、日本語だとわらじが変わるっていうかね。まあでも僕自身はさ、うん、一番最初に会ったのは、うん、とあるハロウィンのイベントの、そう、しかも、はじめましてがダンサー、そう、ダンサー、ブレイクダンサーとして出演してくださって、5人組のね。そう。すごくなんかこう、めちゃくちゃ盛り上がったんだけど、それで、ね、司会だったよね。あ、僕は司会させていただきましたけど、で、それで出会って、ダンサーとして知ってたけど、まあ、バークリーに行ってるのは聞いてて、うん、で、その後に、すごい影の噂で、キーボードがめちゃくちゃ上手い日本人がいるっていうのを聞いて、え、そんな人いるんだって。いっぱいいるよ、そんな。いっぱいいるんだけどさ、そしたらさ、ユキって当時2人いた、ね、うん、片っぽはそのグループでも何でもないんだけど、うん、向こうはまだキーボードをずっとちゃんとやってる、うん、ツアーに入ったのは僕の方がちょっと早いんだよ、うん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 、でピリオドはある程度のところでもう打ったんだよ、そこに。そうだよ、なんかやら突然もうやらないって言ってたのは覚えててそうそうそう、でどっかでなんか誰かに言われたんだけど、その耳がすごいそのマイクを置く位置によってあんなにもレコーディングが変わるっていうのがそのなんか当時ちびゆきちびゆきって言われてたから、はい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 、だから俺ちびゆきさんってすげえ耳持った人がいるっていうから、俺の中ではさ、ゆきって名前は知ってるんだけど、そこに何もつかないと思ってるから、すごい新たなまたゆきっていう人が、すっげえ耳のいいやつが来たんだって俺ずっと思ってて、そうだよね、蓋開けたら自分だったからさ、同一人物、全部同一人物だったんで、耳そんなすごいんだと思って一回だからそのマイクの置き方について、なんか俺ずっと話聞いたことがあって、ああったかも、ね、学生の時だから、いろんな自分の今の音楽家としての立場を確立してきた、うん、ちょっと幼少期をね聞いてみたいなって思うんで、うん、ちょっと次の回でうまいね、なんかちゃんと考えるよねいやいやすげえな、普通ですから YouTube、 これだって結構いい感じ撮れてるよ。いや撮れてますよ、さすがに撮れ高抜群なんです。撮れ高抜群だよね。引き続きはい迫ってみたいと思います、はい、よろしくお願いします。じゃあこれからバックアップ撮ります。はい、いやいや